褒めていただけました。ひえー、ドキドキしたよ。聞いてないよって方はまだ1週間ね、ラジルラジルという場所で聞き逃し配信がありますので、本日はパルクールというスポーツについてお届けいたしましたよ。そう、今までは翌日の12時から、翌日のお昼から聞き逃し配信だったのに、いつの間にか新年度からかな、放送後すぐに聞き逃し配信が始まっていて、これでもう今聞きたいのにっていうのがなくなって、素晴らしい。そうなんですよ、だからもう聞けます。よかったら聞いてください。めっちゃ緊張しました。ドキドキ。メンバーさんとは初めてじゃなかったんだけど、過去に代役として、木曜日の代役として出たことは1回2回ぐらいはあったけど、本当に緊張。これから月1ペースになっちゃうんですが、出演が4人交代だから、なのでちょっと物足りないのですが、ぜひ私が出る回、そして他のメンバーが出る回も聞いていただけたらなって思いますし、お便りもぜひぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。待ってます。ドキドキした。初めて感なかった？本当？ありがとう。でも落ち着いてゆっくり話すっていうのを意識しました。うん、ゆっくり落ち着いて冷静に冷静にっていうので喋りました。今日のニキビ観察、今日はマネージャーさんとかいろんなスタッフさんに、一昨日よりちっちゃくなってるねって言われました。順調っぽいです。でも今日初めて会うスタッフさんはでかーみたいなどうって言って、こんな感じでしたでかーみたいなやったけど、近くにいたおとといもいたマネージャーさんとかは、いやこれでもちっちゃくなりましたよみたいな言ってくれて、いい感じです。頑張りたいと思います。そう、治ってきてる。お薬ちゃんと飲んでます。皮膚科でもらった錠剤と粉薬を飲んでおります。今日の夜の分も配信終わったら飲まなきゃ。こんばんは。ちょっとギフト遡りタイム始めます。ロスグルピアドレスさん、福ちゃん、ゼータン、遡れなくなる。新一さん、陣内さん、ありがとう。ゼータン、お断りです。ミキヤくん、ガトーショコラさん、モリモリさん、クアドリさん、トールさん、ニシさん、ゼットさん、ユウタくん、お断りです。シュンさん、クロさん、クアドリさん、コウジさん、フクちゃん、マチャルさん、シンさん、ロスゴルピアドレスさん、サワッチョさん、マチャルさん、ユウタくん、掛け軸、これは何、あ、俺の嫁、お断りです。シェンさん、トニさん、シンボウさん、コウさん、お断りです。シンイチさん、トニさん、サワッチョさん、ヒーローさん、マチャルさん、お断りです。グアドリーさん、アルテミスさん、コウさん、シンちゃんさん、大吉さん、アキモさん、右田ピッポさん、ヒロシ BKK さん、アルテミスさん、ミスターさん、大吉さん、カメさん、もちはださん、みぎたぴぽさん、まきもさん、まちゃるさん、しおんなさん、アルテミスさん、ありがとうございます。スプマンテさん、しんいちさん、あきもさん、ジャーパングさん、レネさん、らくさん、げんごろうさん、中曽根かくえいさん、いっくん、ビーディーマンさん、ありがとう。いっちゃん、まさかさん、クックさん、かずのしんさん、いっちゃん、アルテミスさん、スカイホエールさん、陣内さん、大吉さん、フィリップさん、
風の新さん、純のゆうださん、ありがとう。山さん、レフトさん、しんいちさん、ゼッタさん、ゆすりざるさん、みきやくん、大吉さん、ミスターさん、たかしんさん、時すでにお寿司さん、コナンさん、こうさん、ひとつぶさん、いっちゃんお断りです、しんいちさんお断りです、しょうさん、スタメンさん、ぜーたん、よしかずさん、陣内さん、白熊さん、こうさん、中曽根角栄さん、健太郎カープさん、マリオ2さん、昼休みさん、ありがとうございます、あるさん、ありがとうございます、ギフトありがとう。今日はこれは沖さんのお下がり服だよ、可愛いでしょ、可愛いよね、気に入りました、いっぱい着ようと思います、イエイ。衣装なんかこのここのスクエアネックっていうの、これは可愛いと思って、この袖の感じもなんかボリューミーで、ここのキュッてしてるのが可愛くて気に入りました、とても気に入りましたので、夏が来る前にたくさん着ようと思います、でも秋にも着たい色味、いいでしょね。今日なんかここが不調ですね。しんいちさん、にゅうありがとう。この前のお話し会の時に沖さんが来てた、これイエーイ、素敵服、本当に眉毛が見えてることとニキビだけが気になるなんでこんなに眉毛が出るの、落ち着いて。福武さん、おにぎりありがとう。キングさん、おにぎりありがとう。おにぎりちゃん、このおにぎりちゃんいつまでだっけ。福ちゃん、いいね。クロさん、ハト。風の新さん、似合う。福ちゃん、似合う、ありがとう。楓さん、くまパン。ハリーポッターメガネのひげおじさん、パン。ミキヤくん、おにぎり。レフトさん、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。4月14まで、今日は 11? あと3日か、あと3日でこの美味しそうなギフトたちともお別れだそうです。あ、そっか、1週間、そうか、じゃあまた新しいやつが出るね、いちご一会。あきもさん、ミルク。林藤雄さん、くまおにぎり。しんいちさん、ミルク。スタメンさん、おにぎり。しんいちさん、パン。メロンのそこさん、ミルク。アルテミスさん、お茶。桃源郷さん、おにぎり。リデンさん、お茶。こうさん、お茶。ゼータン、おにぎり。ありがとうございます。ありがとう。あ、公演の日だね。そうだね。公演の日。ひー。そうだね、このアルコールランプみたいな形のお茶ともお別れです、寂しくなります、とても寂しいですそんなに寂しくない、いやでも寂しがるけど、そのうち忘れてる、これまであったギフトのこともちょっともう忘れちゃった、うん、この前は花びらがありました、花びらのことは覚えてるけど、もうちょっと忘れちゃった寂しがるけどね、最初はね。タルチン、ミルク。シルクマさん、ミルク。クロさん、おにぎり、ありがとうございます。アンバさん、お茶。マサキさん、お茶。ナルシさん、お茶、ありがとう。ミルク、ありがとう。カモネカモネ、ミラクルカモネ。もうなっちゃんの投稿がめっちゃおもろくてさ、なっちゃんのインスタにカモが登場したんですよ。その曲がミラクルミミカっていう、あの教育テレビの私が学生の頃にやっていた番組のカモネカモネミラクルカモネっていう歌でさ、もうなっちゃんのセンス大好きってなりました。カモ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 。キングさん、おにぎりありがとう。秋元さん、ピカピカありがとう。
アンバさんお疲れ、ソイカラさんお茶、スケオさんお断りです、ありがとうございます。 G2 さんお茶ありがとう。かもね、もうなんかみんな使いこなしてて、あ、昨日ちゃんとね配信終わった後あかりんさんのストーリー見ました。それで返信のやり方もちゃんとなんか勘でやってるんですね。今これをしたらなりそうみたいなやつでやったらちゃんと大丈夫だった、返信できた。であかりんさんトムとジリ好きだからトムの猫ちゃんのやつをつけてみた。そしたらリコチのストーリーが面白すぎて私より使いこなしてて、なんか目がでっかくなるやつみたいのつけてて、あれはカメラを出したらできるのかな、私もあれやりたいなと思って、今度リコちゃんにやったら教えてもらおうと思いますみんな勘でやってる、もうね、めっちゃ面白い。カードリさんレインボースターありがとう。ヒロさんお断りです。ミキアくんハート。ポストさんお茶。チーツーさんかわいいありがとう。マコベさんミルク。ジンレイさんアイス。ポストさんキラキラもありがとう。ちょっと今度会うときお願いしてみます。目ん玉でかくなる、ピューン、ね、難しいね。こんばんは。今日はね、あるメンバーと夜ご飯を食べました。誰だあ、ね、千代さんもそう紹介してくださってたので、昨日載せようと思ってやったのに、なんか保存されて謎に分かんなくなって、そのなんかやってるうちに時間が過ぎちゃったから明日にしようと思ったら今日になっちゃいました。そうだった。柴さん、スケヨさん、フレーベさんおにぎりありがとう。黒さんパンありがとう。メンバーとご飯食べました。イエイ。さとこさんハート。キングさんおにぎりありがとう。今日はまつげが元気、見てください。じゃーん、まつげをピンポイントでお届け。まつげめっちゃいいね今日。いい感じの広がりです。ここもなんかいい感じの広がりビヨーンね。この前いた松葉良かったな、そこをリピートしようかな。なんかお店の方がすごく優しくて親切で、悩みをすごい、松葉のなんか普段どういう風な落ち方ですかとかめちゃくちゃカウンセリングしてくださって、なんか寄り添ってくださって親身になってくださったからまた行きたいってなった。やっぱ大事だねそういうね。楽しい放送だったよ、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい、そう言ってもらえたら。これからもっともっと上達、話が上達できるように頑張りたいと思います。難しい、今まではメインパーソナリティさんが一人で SDU メンバー一人でゲストさんっていう、あとアナウンサーさんっていう空間だったけど、メンバーさん、お笑い芸人さん2人で私とアナウンサーさんとゲストさん一人さ増える分さ、その話を聞きたいことがある場合がこう同じタイミングで走ったらバンってなるじゃないですか。それがタイミングをね、これからこう
アイコンタクトとかで、ラジオだからさ、アイコンタクトとかでどうぞみたいな感じで言えるぐらいね、これから距離を縮めていきたいと思います。今日めちゃくちゃ優しくしていただいて、緊張してたけど楽しくできました、ね、そう褒めていただけて嬉しかった。声通ってた？本当？本当ですか？そう、メンバーさん声がいいですよね。あのちゃんとね、終わった後に言えました。今度リズムネタのあのリンゴゴリララッパパセリっていうネタがあるんですよ、メンバーさんのね。リンゴゴリララッパパセリの時にパセリ登場したいですみたいな言った。そしたらあのパセリちゃんがこう下から上がってくるシステムにしようかってなかなかその速度で出てこれないと思うけど、しょっちゅう出てこないやらんといけんけど、いつか何かでできたらな。リンゴゴリララッパッパセリ、リンゴゴリララッパッパセリ、テレビでもうねしょっちゅう見ます。この前はあの花丸さん、博多花丸大吉さんの花丸さんのおすすめ芸人さんという紹介でテレビに出演されたらしくて、すごい今日声ラジのスタッフさんが言ってた、この前見ましたよみたいな、紹介されてましたね、すごい、ね、そうよ、すごい。この前はなんかドーム、福岡ドーム、ペイペイドームでやったんだって。3万5千人の前でネタを披露したらしくて、でもドームだからその時差があったらしく、ネタを披露するじゃないですか、でその受けるポイントの数秒後に時差で笑い声が返ってくるんだって。だからこっちはもう次のネタに進んでる時に笑い声が返ってくるらしくて、そんな経験したことないからさ、ドームとか3万5千人の前でやったことないからその感覚が分からなかったけど、すごくない3万5千人の前でネタをするんだよね、面白かった。ドームね、歌、確かにライブ、どうなんだろう、ライブ、そうだよね、時差あんのかな。スタメンさん、パンありがとう、パン。ドーム、ドームね、AKB さんのコンサートドームに見に行ったことあるけど、実は感じなかった気がするけどな。でも双眼鏡でめっちゃ推しメン探してました。花道とかがめっちゃあるから、どこ推しメンどこみたいな探してた。なんかさ、ステージがあって、もう一個ステージがあって、一本の花道だけじゃなくてさらに横とかにも行く花道があったりするから、もう推しメンの髪型とかでこうやってずっとこうやって探して、しかも安い双眼鏡だからそんなにズームしても画質良くないから、シルエットで あれっぽいな、ゆきりんさんあれっぽいなみたいなやつで見てました。あ、多分あれだな、動きのダンスの感じがっぽいなって、こうやって見てた。高校生の頃のパセリ私が使ってた双眼鏡、今お母さんとか家族が使ってます。 STU のライブ来る時にこうやって使ってくれてる。ね、うん、インスタフォローしました、ありがとうございます。今
お昼に投稿してみました。あのみんなメンバーお花見の画像上げてるか、私もお花見のやつを上げてみましたよ。一応上げとこうかなと思って、季節感が冬のやつとかもいっぱいね、今までのやつとかあげたいけど、とりあえず今の時期のやつをあげとこうかなと思ってあげました。ではこれから急にあの季節が変わると思います。今までのやつとか上がると思います。でももう気負いすぎないような感じで楽しくやっていくことにしました。やらなきゃやらなきゃと思うと、もうあれもしなきゃって汗汗しちゃうから、落ち着いてやることにいたしました。よろしくお願いします。ドキ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 です。 Z さんアイスありがとう。ミキヤくんハートありがとう。うん、頑張る。でも私カフェはめっちゃ行ってるので、メールとかに載せてないだけでめっちゃカフェのこれまでのやつね、載せてないのがいっぱい溜まってるから、早く載せちゃいたいけど、早く載せてしまうとネタ切れになりそうで怖くて、とりあえず1日1投稿ぐらいでやっていこうかなって思います。今日のお昼もね、結局カフェになりました。お仕事の合間にご飯を食べに行く予定だったんですけど、メンバーとなんと予定が変わりカフェになりました。バスチーを食べました。私バスチー大好きです。バスチーいっぱいあるよ写真。うん、いろいろ試行錯誤しながら載せていこうと思います。レンネさんピカピカありがとう。バスチーラーメンとカレーだらけです。いいじゃないですか、ラーメンとカレー。今日本当はねラーメン食べたかったけど、今日は夜ご飯お寿司、回転寿司を食べましたよ。回転寿司食べたよ。でもまだお腹いっぱいじゃない、空腹。なんか今日はあんまりね食事を、お仕事終わったら食べようと思ってそんな食べなかったからまだ入ります。空腹。しゅんちゃんお断りです。空腹。餃子ね美味しそうですよね、羨ましい。私も今日餃子にするか迷ったけどお寿司になりました。あ、スタバいいね。私今日スタバ行こうか迷ったけどバスチーになりました。美味しかった。ケンタロウカップさんハート、おだしさんバラありがとう、ありがとう。キングさんおにぎり、しんいちさんピカピカありがとう。一週間サイクルで服を着てるから毎週広島同じ服になってしまう。ちょっとチェンジしたらどう？ダメ？バディの服貸したろうか。インスタ趣味の写真ばかり。最高じゃん趣味。私は食べ物ばっかりになりそうよ。麻婆豆腐あいいね、辛いのいいね、チャーハンもいいね。なんか私が食べたいのばっかりだ。チンジャオロース、とんかつ、ああいいね。ポケットからヘリコプターさんおにぎりありがとう。しゅんちゃんおにぎりありがとう。いやでもいいよね、なんかいっぱい写真載せれるの。お好み焼き、お好み焼きも迷ったんですよ気が合う人多すぎ、迷ったんです。お好み焼きを食べるか、焼肉もいいね。明日は何を食べようかな。
昨日買った鶏肉がまだ使ってないんだけど、明日までが期限だから、明日のお昼は鶏もも肉になりそうな予感です。鶏ももと何か玉ねぎとかを炒めてペペペペ食べます。ピピ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 ね、いっぱい食べたい。親子丼いいね。卵がないや。最近卵買ってないですね。いっぱい食べるよ。こんなぐらいお腹が出るように。いっぱい食べます。今なんか水巻きちゃって、何喋ってるかわかんないタイム入っちゃった。おみかんさん、雲おにぎりありがとう。ストーチのミニマロさん、応援してるありがとう。メビウスさん、おにぎりありがとう。何喋ってるかわからないタイムです。ジェンタン、レインボースターありがとう。メロンのあそこさん、だるま、ミキヤくん、ハートありがとう。うん、初トークの写真決まるまで1時間ぐらいです。昨日は平和公園でお花見したんですけど、平和公園のベンチで1時間近く悩んで、帰りの道の途中のベンチでまた1時間近く悩んで投稿しました。なんかやり方が難しくて、なんか下書きのやつがよく分かってなくて、下書きに入れたはずなのに消えてるとか言って、なんかうわーってなってむずくて、そう、あのメールも送る、メールであの宣伝とかするのも含めて、昨日はずっと外で鼻水をずるずるとすすりながらやってました。分からんすぎて。で今日マネージャーさんに、いや本当難しいですって言ったら、そのマネージャーさんも昨日他のメンバーに聞かれたらしくて、教えるために Google で調べながら教えたんだって。だからみんなわかんない。みんな初心者、わかんないって言ってやり方を調べたらしい。そうやばいよね。でも私も Google で調べたんですよ。仲間ね、仲間です。いやそうよ、分からなくて。これから少しずついろんな機能を覚えていこうと思います。あとさ、私さ、なんか手当たり次第グルメのこととか保存してたら、検索欄がグルメだらけになっちゃいました。なんで？お腹すくんだけど。手当たり次第行ってみたいやつとか調べてたら、あれあれあれ、 TikTok とかで今まで見てた店とかをインスタとかやって調べたりとかしてた。どん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 検索欄の画像がグルメになっちゃいました。あれれ、こうさん、ハートありがとう。こんばんは。でも多分アイドルの画像もそのうち増えてくるよね、きっと。きっとね。こんばんは。キングさん、おにぎりありがとう。眠眠タイム、突入タイム。やっぱさ、学習されるんだね、調べたりすると。みんなは眠たくないですか？眠たいけど付き合ってくれてますか？もしかして。ありがとう。パスもパッチリ目開けて配信しようと思います。パセリに出会ってからグルメなフォルダになった。え、それは嬉しいことですか？それとも困りごとですか？パ
ちゃん見れて今日も良かった。優しい、ありがとう、見てくれて。西さんファイト、ありがとう、ありがとう。こんばんは。あ、嬉しいこと。眠たくないです。本当？ちなみにもうみんな寝る準備できてる感じ？もしかして、もしかしてだけど。ふーたん、おにぎりありがとう。しんいちさん、ピカピカ。こうさん、ちんさん、おにぎり。ゆうちゃん、お茶ありがとう。あ、そう、明日アイドルズね、ちほさんとまゆきゅうさん。いや、もう大変だね今月。みんないろいろ、あと明後日はあれでしょ、あいこじ、あいこじとココアさんのイベントとかでしょ。ねえ、持ち肌さん、ハートありがとう。パセリボイスを聞いて寝てるのになかなか夢に出演してもらえない毎日。枕の下に入れてください。パセのアクスタか、パセのなんか写真入れてみてください。悪夢を見るかもしれません。でも、あの、悪夢を見てもクレームを受け付けてないです。自己責任でお願いします。ジロ君、おにぎりありがとう。ホイホイさん、お茶ありがとう。あ、そうだ、ひなさんの写真集イベントもね、そうだそうだった、そうだった、インスタで見ました、お知らせして。パシパシパシ。ハーマンさん、おにぎり。カズノシンさん、かわいい、ありがとう。キングさん、おにぎりありがとう。うん、もしパセリが夢に出てきたら教えてください。何をしていたか、パセがどんなことを発言したか、こと細かく教えてください。パセリにこんなこと言われました。そしたらパセが心理テストする、勝手に。そういう夢を見るあなたは、きっとパセリのことが好きで好きでたまらないんでしょう。みんなにそうやって言うね。きっとパセリのことが好きで好きでたまらないから出てきたんだよ。これからも好きでいてね。パセと同じクラスになりいた。それは高校とかですか。ガモーさん、ピカピカ。さゆっちょさん、おにぎりありがとう。ゆうちゃん、応援してる、10個ありがとう。10パちゃんがチケット手売りしてた。やってみたい、やってみたい。お、今日が100回目の訪問です。ありがとうございます。これからも時間が合うときに見てくださったら嬉しいです。ありがとうございます。お話し会の夢見た、うわ、幸せじゃないですか、最高じゃん。 KY さん、ピカピカ。ひろたろうさん、おにぎり。わっちさん、ピカピカ、ありがとう。ピカピカ。見てるぞ、見られてる。見てるんだ、見られてるんだ。恥ずかしいね。なんかさ、あのコメントのみんなとさ喋ったりとか、聞いてくださってる方、ラジオ感覚でさ何か作業しながら聞いてる方とお話ししてる気持ちで話してるけどさ、改めて画面に映る自分を見られてると思ったら恥ずかしいですね。ね。見ないでください。照れちゃう、照れちゃう、照れちゃう、照れちゃう。だっていっぱいの人が見てるよ。キュッ。あきもさん、お断りです。りょうへいさん、お断りです。陣内さん、か
かわいい、ありがとう。やばいね、張り付いてるよ、人になる、こうやって画面に。みふねさん、おにぎりありがとう。ガン見してんの？やばせもガン見しよう。ガン見返し。やっほー。ガン見返しです。ゼータン、トトイ、ありがとう。ヒロさん、おにぎりありがとう。何してるんですか今みんな。みんなじゃなくてあなた、今目が合っているあなた、何をしてますか。何をしているんですか。草って言われた。草生やされた。除草剤。エジリン、ピカピカ、めっちゃキノコさん、おにぎりありがとう。ヒロさん、ミユクありがとう。おにぎりもありがとう。あ、いろんなことしながら見てくれてる、ありがとうございます。マコバヤさん、レインボースターありがとう。恥ずかしいわ。ダーソクさん、おにぎり。シーチさん、お茶ありがとう。キングさん、おにぎりありがとう。野球観戦終わって帰宅中。お、気をつけて帰るんだよ。いいな。楽しそう。スポーツ観戦。またユナユナが行ってたバスケ。パークも行きたい。ニキの成長に治って。でも治ってきてるよ。いい感じに。月末までには治りそうな感じです。フラットになってきた。昨日とかまではなんかこれが歯だとしたらなんかこんなだったんですよ。ニキビがこう出てたんだけど今へっこみました。だからあと少しです。頑張って薬を塗り続けて飲み続けたいと思います。もうさー、なんか薬の出費に悩まされる日々。薬、皮膚科に行く、お金と皮膚科の薬をもらう。はあ、これのいらない出費だわって思ってます、ね、いらない出費をしているわ。しんいちさん、小判ありがとう。そうだね、触らないように気をつけます。なぎささん、ハートありがとう。でもね、ここは荒れてるけど、あの肌にいい薬とかビタミン注射とかをしだしてから他の肌の部分が綺麗になってきてて効果を実感してる。これ以外の部分で実感してて、あれみたいな、日に日になんかちょっと肌の感じいいなみたいななってるから、やっぱ効果あるんですよ。これも治ってきてるし、さすがお医者さん、すごいすごいわ。ドラシャーさん、ハート、だるまありがとうございます。ここはね、早急に直してほしいけど、なぜか他の特にこの辺とかなんかいい感じです。イエーイ、最高です。ビタミンの薬です。サプリみたいなやつ。ツルツル目指します。ツルツル注射、なんかここ肘のとこにいつも打ってる。なんか関節のなんか曲がるとこの血管でやってます。
あ、もう開かなかったから開けられる。ここのこの曲がる、ここの血管で秒で探し出されて、はい、行きますって言って、ドキドキしてる、いつもビビってるけど、ビビってない風の顔して、はーいとか言って済ました顔して打ってもらってます。本当はビビってます、内心ビビりまくりです。でもビビってるのバレたら恥ずかしいから、あのあまりビビってませんけど、あってなんかすぐ腕もサッと出して、あのなんか見てるふりして、こうちょっと横目でこうやって見たりしてやってもらってます。うん、怖い。あのインフルエンザの予防接種とかもいつも怖いけど、なんか横目とかでこうやって見て、ビビってない感出してるからすぐ終わります。見る時もある、めっちゃこうやって見る時もあるけど、こうやって見る時もある。だいたいどっちかです。ひろし BKK さん応援してる、ありがとう。ふーたんハートありがとう。フレーベさんお茶ありがとう。血管すごいよね。じゃれこさん花束ありがとう。私いつも左手、左手にはいっぱい働いてもらっております。ああ、フォーテッドグループのね、あれだね、インフルエンザの握手会とかの、私も好きでした。なんか泣きながら受けてるメンバーとかあったよね、特典映像で。すごくない？なんかさ、今思ったらすごくない？自分の好きなアイドルの予防接種の映像が見れるって、え、やばくない？だってさ、普通に生きててもさ、家族同士でも見ることなかったりするじゃないですか。友達同士とかでも見ることないのに、なぜか推しメンの予防接種動画見れるの謎だね。その頃はさ、全然謎に思ってなかったもん。あ、毎年恒例のやつねみたいな思ったけど、今思ったら不思議光景だ ね。やだな、恥ずかしい。本当は怖くないけど、怖がってるふりしないと取れ高ないじゃないですか。どっちが美味しいんですか ね。うわ、難しいやつや。怖い怖いって言ってるアイドル可愛いけど、怖い怖いって言ったらさ、怖い時間が長いじゃないですか、うん、だからもうさっさと打った方がいい。ピュン。いや、バンジーと注射は別です。もうバンジーは、うん、怖い怖い。こんばんは。お腹が鳴る。やっぱアイスとか買って帰ってくればよかった。マカオ？バンジー？バンジー。プーさんおにぎりありがとう。バンジーは逃げない、やだ。逃げてほしい。逃げなよバンジー。期間限定のアイスとかはいいけど、逃げなくて。バンジーは逃げなよ。バンジーこそ期間限定にすべきです。クバンジー、今日は1アイスだよ。今日はお昼に食べました。お仕事の空き時間に食べました。アイスちゃん、パチーね。でも私さ、あのなんだっけ、 VR
そう、ユニバとかにあるミニオンのやつとかもね、心臓浮く、映像で落っこちてる感じになるだけなのに、スパイダーマンとかは乗るとビルの上から地面の方に叩きつけられる感じで落ちる映像があるんですよ。ヒューって、実際にはさ落ちてないけど、なんか心臓が浮く感覚があります。だからね、ユニバ行ったらまずその子供とかが乗れるミニオンとかスパイダーマンとかで心臓を鳴らしてからジェットコースターに乗ります。怖いので一旦練習として、でそのミニオンとかに行くと大体目の前にもう本当に小学校入るか入らないかぐらいのちっちゃい子供ちゃんとかが乗ってるから、あ、この子でも乗れてるんだから私も頑張ろうと思って、そう励まされて乗ってます。内心はビビってます。でもいや大人だからねと思ってビビってない顔をしてますが、めちゃくちゃビビってます。あー、わかる、夢の中で落ちるときそうだね、なんか、わかります。寝てるときに落ちるときあるよね、なんなんだろうあれってなりますよね。あとさ、寝る直前とか意識がもうなんか夢の中と現実を行ったり来たりしてるときになんか体がプッてなるときないですかみたいな。なるときない？でそれで起きるやつ、あれなんなの、あれ怖いんだけど。ガーランドグリーンさん、クマパンありがとう、シューンハートありがとう、ケンボウさん、ラルマありがとう。何なんだろうねえ、みんななるのかな、人間の体の仕組みなのあれ。落ちる落ちるって叫んで目覚める。やばいね、叫んで起きるのはすごい。疲れてる時になるの？そうなんだ。ジャーキング現象っていうの？何ジャーキング現象って。しんいちさん、ミルクありがとう。パンもありがとう。ジャーキング現象。ジャーキング、ジャー、私の知ってるジャーは炊飯ジャー、水道がジャージャー、ジャージャー、あのミックスのコールのジャージャー、あとジャージャー麺です。私の知ってるジャー、何？ジャーキング、キング王様。じゃあ、ニャースさん、ハートありがとう。ジャーバージャー、ジャーキング。なんか広島弁っぽい。ジャーキング。じゃあ、ジャージー牛乳、たまに止まりますか？本当？止まってるの？キングさん、パンありがとう。そう、止まってるの？止まってるよ。不思議現象、たまに今動いてる、あれれ、ジャーキング。マックスさん、お茶ありがとう。
今日はね、なんかメイクさんに編み込みしてくださいって言ったら、珍しい形の編み込みをしてくださいました。なんかさ、わかる？普段の編み込みと違う、なんかこう、うちにしまい込まれてる感じの編み込みをしてくださいました。伝えるかな？なんか、こう、こう、なんかこう、あんまり見ない形の編み込まれ方をしてね、今気づいた。そう、盛り上がるのと逆、こう、うん、なんかモアモアじゃなくてこうこう、なんかこうなんて言ったらいいんだろう。そうなの、編み目がなかなかない感じの。クワドリさん、お茶、キングさん、パン、天熱さん、バラ、ミッチーお断りです、マックスさん、お茶ありがとうございます。タイムリープしまくってます。あれ、嘘、これは見えた、この髪の毛ちゃん。リョクさん、クマパンありがとう、もちはださん、ミルクありがとう。あ、電波応援隊のみんな、じゃあ電波応援しましょう。フレーフレーフレー、うん、だちゃんのフレーフレー電波、フレーフレー電波電波、リズム感が皆無でした。おみかんさん、アイスありがとう。止まった今電波応援してたら、きっとムカついたんだろうね、私のこのやる気のない電波の応援の歌に。こんばんは、サッタン、お断りです、お断り、こんばんは、サッタン、お断りです、あれリベンジされた、お断りです。やばい、これいいよって言うまでさ来るやつ、でも全部お断りです。こんばんは、どうも、こんばんは、としやさん、バラありがとう。ねむねむにゃんこは、おしゃれ文字、ねむねむにゃんこだ、ねむねむにゃんこになってきました。やばい、私がインスタのプロフィールに使いたい筆記だ、字体だ、まだゲットできてない、その字体。ねむねむにゃんこ、なんかねむねむにゃんこさ、すごいね、ローマ字で書くとなんか揃ってて、ねむねむ、なんか Y だけではみ出てねむねむっていう感じがいいですね。整列しててとても綺麗。こんばんは、シナノソラハさん、900回目の訪問ありがとうございます。シナノソラハさん、900回目の訪問ありがとうございます。フレフレソラハ、フレフレソラハあと100回来てください、シナノソラハさん、かっこドラフト3期生って書いてめっちゃ来てくれてるゆうちゃん、ウインクしてありがとう。おみかんさん、ありがとう、スタンプありがとう。しんじさん、ペンライトありがとう。ソラハ、ソラハ、ソラハ、こんばんは、あんちゃん、かわいい、ありがとう、ありがとう。 Y より来てる、嘘、負けないでよどうしてだよ、負けないでよ、みんな、ソタロウに勝つんだ。まもなく1時間、ほんとだ、そろそろ
お別れの時間です。お別れタイムです。ゆうちゃんピカピカありがとう。ピカピカパセおはようって言われた。おはよう。やばい時差を感じる。カズヤさんお疲れありがとう。クロさんクマパン、アシーさんおにぎりありがとう。アシーさんもおにぎり、シソウノウロウさんお茶ありがとうございます。よし壇上を読もう。え、また止まったんですか。もうなんか悔しいな。止まるから壇上読んで終わる人みたいに思われてるかも電波から。うー違うんだよ。なんかさ負けず嫌いが発動する。違うよ違いますよ。また過去に行ってた。タイムスリップしてた。帰ってきましたか。お帰り、お疲れ様。みんなも一日お疲れ様です。ショールーム今日も付き合ってくれてありがとうございました。また明日も付き合ってください。よろしくお願いします。え、ソラハ配信中。嘘、なのに見に来たの。なんだ、何が狙いなんだ。嘘、偽物だったのかな。偽物のシナのソラハ900回訪問だった。本物であってほしいんだけど、あんなに触れたのに。ありがとう。今日初訪問の方も2回目の方も3回目の方もまた明日も来てくださいね。あ、今日あのファンレターを受け取ったんですよ。事務所で事務所でファンレターを受け取ったんですけど、なんかその中にあのパセ推し歴短くてっていうのが何枚か何人かの方から書いてるのがあったけど、本当にあの好きになるタイミングはこの前も話したけど本当にタイミングがあると思うので、早い遅いあるのはもう仕方がないというか、早くに見つけても好きにならない時ってあるので、全然あの気にせず楽しく自分らしく他の人と比べずに楽しんでもらえたらと思いますですね。仕方がない、もうそこを気にしても仕方がないことだし、全然私はもう好きになってくださってる時点でとても嬉しいので。はい、そうだよ、先着じゃない、年中受注受付みたいな感じでやらせてもらってます。なんかよくわかんないけど言ってること。ありがとう。お悩み相談、あ、お悩み相談、そう、お悩み相談で、あのずっと個人ファンクラブの方で質問募集をしようっていう話をしたと思うんですけど、あのそういう話がどんどん進んでて、あの今月ぐらいには実現できるかなという感じなので、また決まったらお知らせします。よろしくお願いします。お悩み相談コーナーか、本当にもう何でも、パセリ昨日何食べましたかとかでもいいし、もう最近こういうことがあってパセリならこういう時どうしますかとか、なんかそういうのとか、ちょっと最近眉毛を整えようと思ってるけど、パセリはどんな眉毛を描く道具を使っていますかみたいな、なんかそういう感じで、パセリの何々についてこだわりはありますかとか。ちなみにパセリのこだわりは靴を履くときは左からです。ズボンを履くときも左から、靴下も左から。でも今日か昨日か右から履いてめっちゃなんかね自分的に気持ち悪かったんですよ。あ、なんか違うわと思って、なのでちょっと考えてみてください。よろしくお願いします。こんばんは。
よろしくね。うん、そうなの。でもそんな人生においてこだわりはそんなに。もう1年半ぐらい毎日配信見てるけど、まだ会いに行けてないです。でも配信ね、あのですね、配信でももう覚えられる。やっぱなかなか会いに来れない方も配信とか SNS のコメントとかで、今日はこんなことをしたよっていう風に教えてもらうと印象がつくじゃないですか。だからすごくありがたいです。お話し相手になってくれて嬉しいです。毎日何を食べたかとかを、あ、この人はこれを毎日食べる傾向にあるなとかをだんだん覚えてくる。でも私も人間だからやっぱ覚えるのにこう一致させるのが時間かかる時もあるんですけど、もうすぐに何でもかんでもすぐにさ覚えられるわけじゃなくて、あの発言とこの発言ってことはこの方があの方なのかとか、徐々にね記憶をこう記憶力を使って覚えますので、少々手間取る時もありますので、ちょっとお手柔らかによろしくお願いします。そう覚えてます。頑張って覚えます。これからもよろしくね。こちらこそよろしく。でもコメントする勇気がないよって方もきっといると思うけど、あのショールーム見てますとか言ってくださるのすごく嬉しいので、全然あのあんまり、あ、僕は私はコメントあんまりできないからとか思わなくても大丈夫ですよ、全然。でもそれでコメントもしないし来たこともないけど、なんで知らないんですか、毎日見てますよって言われても、さすがにそれはあの私は投資能力がないから、さすがにちょっとさすがにそれは無理だけど、私も極力努力してあの脳みそフル回転して覚えますので、あのよろしくお願いしますよろしくお願いいたします。見てます、怖い、その目ん玉の絵文字こんな感じで見られてる。その目ん玉の絵文字の目ん玉でかい、いいな、交換しようか、伸ばせた。目ん玉の色にちょっと似てるか、私目ん玉ちょっと茶色いんですよ、なんかちょっと薄め。これからもよろしくお願いいたします。母さんハートありがとう。キングさんハート。花見川の白猫さんおにぎり。 HK さん花束ありがとう、ありがとうございます。めんたま、あーやばい、過ぎてるじゃん。終わる終わる終わります。また明日とか明後日とかも時間が合えばお話しいたしましょう。やばい、過ぎてた過ぎてたちょっと皆さん毎日パセのニキビがしぼんでいく姿を見てください。ありがとう、今日も付き合ってくれて。また会いましょう。それでは壇上いきます。13位、間違った、たまに間違えます。13位、陣内さん。12位しんいちさん。11位トニさん。10位ふくちゃん。9位アルテミスさん。8位ジェットさん。7位いっちゃん。6位クアドリーさん。5位ゼータン。4位カズノシンさん。3位 G2 さん。2位スユーチェン。1位ユータくん、ありがとうございます。はい、またね、おやすみ、バイバーイ、また明日、おやすみ。